グリーンリング。グリーンリングはアメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の2番艦。艦名はカムチャツカからカリフォルニア州の海域にかけて生息するアイナメカの総称グリーンリングに由来する。同名のアメリカ軍艦アセスグリーンリングとしては初代。名前が似ていたグレーリングと間違えられたことがあった。グリーンリングは年月日に コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1941年9月20日に RS ホームズ夫人によって浸水し、1942年1月21日、ニューロンドン潜水艦基地において艦長ヘンリー・シー・ブリュトン少佐アナポリス1926年組の指揮下収益。竣工後の訓練を終了した後、3月7日に、 太平洋に向けて出港。4月3日に新珠湾に到着した。4月20日、グリーンリングは最初の紹介でマーシャル諸島及びカロリン諸島方面に向かった。4月30日午後、グリーンリングはのエニウェト区間賞金会で初めて敵と遭遇。特設運送船に仕余る大阪商船6659トンに対して、 魚雷を4本発射するも、すべて外れる。夜に入っての地点で2度目の攻撃を行い、魚雷を2本発射。3度目の攻撃は3インチ砲による砲撃を行い、10発発射のうち1発を命中させる。日付が変わってもなお、4度目の攻撃で魚雷を2本発射したが、最終的には取り逃がして、撃沈には至らなかった。ついでトラック諸島近海に進出。 トラック諸島からソロモン諸島などへの補給路を立つことにした。5月4日夕方、グリーンリングはのトラック北西が高い域で特設巡洋艦金城山丸、三井船舶3262トンを発見。グリーンリングは魚雷を1本しか発射しなかったが、これが命中。金城山丸は2つに割れて3分で沈没した。この後、グリーンリングは、 日本の空母を待ち伏せるよう命令を受け、5月8日の35回回戦で、第5航空戦隊、原忠和少将の空母昇格は大きく気づいて、日本本土に開港されることとなり、随格もまた後方に引き上げることとなったが、第5航空戦隊の行動を暗号解読したことを受けて、潜水部隊司令部は、グリーンリングなどトラック近海にいた潜水艦に、 第五航空戦隊を迎撃させることにした。しかし、ウーンディド・ベア、手追いの熊と呼称されたこの迎撃は、最終的には、空振りに終わる。5月16日、グリーンリングは、トラック北西方海域で4隻の駆逐艦に、護衛された随格を発見。しかし、随格と駆逐艦は高速で走り去って、グリーンリングに、攻撃の機会を与えなかった。 翌5月17日にもトラックから出てきた2隻の、ナチ型巡洋艦あるいはアタゴ型巡洋艦を発見するが、これも4時間ほどで見失ってしまった。グリーンリングは6月4日まで同海域で紹介を続けた後、キトに、ウェイク島及びクエゼリン艦所方面でミッドウェー海戦に敗れた日本艦隊を探し求めた。六月十四日、グリーンリングは十七日間の行動を終えて、 真珠湾に帰投した。人後、ブルトン艦長は次のようにまくしたてた。すなわち、真珠湾の司令部の人間が、迎撃位置についてあれこれ口出したのは問題だった。艦長に迎撃位置の選択を任せていれば、空母を仕留めることができただろうにと。7月10日、グリーンリングは2回目の紹介で、トラック方面に向かった。グリーンリングは、 トラック封鎖の一環として参加。7月26日、グリーンリングはの地点で、特設運送、船山福丸、山下汽船、4928トンと、山、福丸の護衛についていた、特設宝冠長運丸、再開汽船、1914トンを発見し、魚雷を4本発射。うち1本が命中したと判断されたが、実際には、被害はなく逆に、 超運丸の爆雷攻撃を受けた。7月29日未明に、もの地点でジグザグ航行中のタンカーを発見し、魚雷を3本発射して2本が命中したと判断された。8月5日未明、グリーンリングアの地点でトラック諸島から出てきた大型の船舶を発見した。この船舶は空母に改装されるため横須賀に向かっていた特設運送船ブラザシルる丸。 大阪商船、12,752トンであった。グリーンリングは魚雷を3本発射し、うち2本をブラ心差しる丸に命中。ブラ心差しる丸は、引き込みなりして7分後の0時58分に沈没した。グリーンリングは攻撃後浮上し、救命艇を探索して、捕虜1人を得た。翌8月6日未明には、の地点で、下脚船パラオガン、日本優先。 4,492トンを撃沈した。その後、トラックに対する写真偵察を行った後南下し、ニューアイルランド島近海を紹介。8月20日に駆逐艦に遭遇して、爆雷攻撃を受けるも回避。8月26日にはのポンペイ島近海で、日の丸の標識をつけた漁船を撃沈した。9月1日、グリーンリングは53日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰港した。9月23日、グリーンリングは3回目の紹介で、日本近海に向かった。この紹介では全般を通じて、東京とアリューシャンレ島方面の交通路を紹介。10月3日、グリーンリングはのシリア先沖で輸送船、近海丸、小山木之助、5852トンを撃沈。翌10月4日午後にはの都北方で、 輸送船雪用丸、東洋汽船、4146トンを撃沈した。グリーンリングは、その後南に下り、10月14日にはの、三陸沖で輸送船託を丸、岡田商船、3509トンに魚雷を3本、命中させて撃沈。10月17日未明のでの大型船に対する攻撃では、魚雷を3本発射して、一つの命中音を終える。 10月18日早朝に、モノ原町沖で3度にわたる攻撃の末に特設運送船箱根山丸太陽工業6673トンを撃沈した。10月21日にモノ地点でサンパンを撃沈し、サンパンのクルーは皆殺しにした。10月22日にはの地点で駆逐艦とおぼしき艦艇に対して魚雷を5本発射し、 うち日本が命中したと判断された。11月1日、グリーンリングは41日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。12月9日、グリーンリングは4回目の紹介で、トラック諸島及びソロモン諸島方面に向かった。途中、ミリ干渉、マキン干渉近海を通過し、12月21日にブーゲンウィル島沖の紹介海域に到着。その夜、 グリーンリングはレーダーでジグザグ航行する目標を探知。翌二十二日未明、グリーンリングは先行して目標に接近し、タンカーと二隻の艦艇に対して魚雷を発射。魚雷は目標に命中した。グリーンリングはこの攻撃で撃沈したのは第三十五号昇海艇だと判定されたが、当の第三十五号昇海艇はこれより先の九月二日に航空機の攻撃により、 沈没していた。その後、グリーンリングは、トラック近海に移動。12月30日夜にの地点で、輸送船団を発見し、陸軍輸送船ルビー RB2 章、RB ルピア、ルピア RT ヒテル、RT ルピア、ルピア、ルビーマル、日産機船、5857トンを撃沈した。グリーンリングは他にも一隻4000トン級貨物船の、 激沈したと報告し、アメリカ側の記録では、竜福丸に損傷を与えたとするが、ここで言う、竜福丸とは日照丸の昔の鮮明である。年明けて1943年1月10日、グリーンリングはの地点でタンカーを二度に渡って攻撃したが、護衛艦艇に阻まれて最終的には退去した。カビエン近海に進出した、グリーンリングは1月16日15時35分。 ゴロの鎮温島西方海域で特設運送船金峰山丸三井船舶三千二百六十一トンを発見し、巨雷を三本発射して二本を命中させて撃沈した。グリーンリングは攻撃後浮上し、付近を探査して浮遊物等を処分したほか、遭難者に対して機銃操車を行った。一月十八日にの地点で特務官僧野を撃破、ただしは、 この日別の海域で測量を行、いた。日本側の記録では10日後の28日に、宗谷が、米戦の来撃を受け、爆雷で反撃、撃退している。1月19日に、もの地点で、陸軍輸送船、神愛丸、岸本機船、3793トンを撃破した。1月21日と22日には、アドミラルティ諸島中のパク島とトン島を偵察した。 1>, 1月31日、グリーンリングは52日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。艦長がジェームズ・ D ・グラント少佐、アナポリス1930年組に変わった。2月21日、グリーンリングは5回目の紹介で、ソロモン諸島及びビスマルク諸島方面に向かった。この紹介では、通常の紹介とともに、ニューブリテン島にスパイを上陸させる任務も、 与えられていた。3月2日、グリーンリングは、ニューブリテン島の沿いの海岸にスパイを上陸させた。その後は、パラオとラバウル間の交通路などで、通常の紹介に従事したが、悪天候に悩まされて、思うように戦果を上げることはなかった。3月13日にの上ワク近海で、輸送船団に対して、巨雷を3本発射したのが、この紹介における、唯一の攻撃だった。 4月26日、グリーンリングは64日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。5月17日、グリーンリングは6回目の紹介で、ソロモン諸島及びニューギニア方面に向かった。5月27日から28日にかけては、相次いで日本潜水艦を発見するが、スコールに遮られるなどで攻撃には至らなかった。6月9日、 グリーンリングアのトラック南西海域で特設運送船、旧ケボーノマル、日本海運1121トンに対して、巨雷を4本発射して撃破し、翌6月10日未明には、の地点で、輸送船団を発見し、追跡の後朝方にの地点で2隻の輸送船に、対して巨雷を、計5本発射し、1本ずつ命中したと判断されたが、 爆雷攻撃の音を聴取して、さらなる戦火確認は行わなかった。遊刻になって浮上し、再び輸送船団の姿を確認したが、駆逐艦や護衛艦の存在や工具は、グリーンリングと輸送船団の間を著しく、引き離す果てをもたらした。6月14日遊刻にはの地点で、 特設巡洋艦と応募式大型船を発見するが、推定17から18ノットの速力で走り去られる。6月18日から19日にかけても近くにいた、フロウラーと連携して、P614 船団を追跡し、フロウラーは陸軍輸送船9電丸、竜巻船5193トンを撃沈。グリーンリングは夜間浮上攻撃を試みて、夕方に浮上したが、 まもなく P614 戦団を見失ってしまった。6月27日朝、グリーンリングはの地点で空母と応募式艦艇を発見し、追跡の上夜に入っての地点で攻撃を行ったが、発射した4本の魚雷は命中しなかった。7月8日、グリーンリングは52日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。7月29日、 グリーンリングは7回目の紹介でソロモン諸島、ビスマルク諸島及びニューギニア方面に向かった。8月22日から23日にかけてグリーンリングはトレジャリー諸島にアメリカ海兵隊レンジャー部隊を上陸させた。部隊は上陸後、その地にレーダー基地建設のための作業に従事することに待っていた。その後、9月8日にナウル島を9月10日に タラワをそれぞれ偵察した。9月17日、グリーンリングは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。サンフランシスコのハンターズポイント海軍造船所に開港されオーバーホールを受け、12月5日に真珠湾に戻った。12月20日、グリーンリングは8回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。12月31日、 グリーンリングはのポンペイ島港高い域で、クエゼリン干渉に向かっていた第3128船団を発見し、夜間攻撃で特設運送船、マサタカラマル、三井船舶、1936トンを撃沈した。攻撃後、衛の第35億船艇からの爆雷攻撃を受けたが、差したる損害もなく切り抜けた。その後、 1944年1月23日には、ウェイク島を偵察した。1月28日、グリーンリングは39日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。時期紹介までの間、グリーンリングは、ハリバットと訓練に出た際、悪天候により、艦隊を損傷し、修理を受けた。3月20日、グリーンリングは9回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。 この方面には大規模な反抗作戦が計画されており、特にグアム島、テニアン島、サイパン島の偵察を命じられていた。グリーンリングは4月2日から30日の間に任務を無事こなし、その偵察成果は他の成果とともにサイパンの戦いなどの本番に生かされることとなった。5月12日、グリーンリングは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 艦長が、ジャック・ディガーウィック・少佐、アナポリス1935年組に変わった。7月9日、グリーンリングは10回目の紹介で、セールフィッシュ及びビルフィッシュとウルフパック・モーズリー、エス・マラースを構成し東シナ海、ルソン海峡方面に向かった。8月8日、グリーンリングはの地点で、トロール船を発見。4インチ砲、40ミリ機関砲、20ミリ機銃をすべて、 使って、トロール船を撃沈した。9月12日、グリーンリングは63日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。グリーンリングは、今やベテランとなった。10月5日、グリーンリングは11回目の紹介で、日本近海に向かった。10月13日、この日は13日の金曜日であったが、の地点で、中型輸送船を発見して、 魚雷を4本発射するも、確認は、爆雷攻撃に妨げられた。10月23日午後には、後部発射官室で火災が発生するが、火は、間もなく、消し止められた。11月7日、夕刻、グリーンリングはの移動先置きで5隻の輸送船からなる、輸送船団発見し、魚雷を4本発射。魚雷は2隻の小型タンカー、第8キリマル、採用燃料機船。 945トンと、沖田きた丸、近海輸送船、959トンに命中しこれを、撃沈した。攻撃後もグリーンリングは、同海域に止まった。11月10日朝、グリーンリングは3日前とほぼ同じの、お前崎島大東方海域で第7110、船団を発見。9時39分、グリーンリングは魚雷を輸送船新友丸、岡田商船。 6956トンと第46号、昇海艇に向けて発射し、魚雷は、第46号昇海艇の一番煙突か、右舷側に命中して、第46号昇海艇は、艦隊が二つに折れ沈没した。残りの昇海機関は、救助任務に充てられた。11月23日、グリーンリングは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 12月26日、グリーンリングは12回目の紹介で日本近海に向かった。1945年1月25日朝、グリーンリングはの奄美大島近海で旧石の輸送船団と遭遇するが爆雷攻撃を受けた。深度90メートルに被退していたグリーンリングは爆雷の爆発の衝撃で108メートルに押し下げられ、大圧尖閣に いくつかのくぼみができてしまった。さらに、魚雷発射管の中に装填してあった魚雷のうち5本が爆発のショックで誤作動を起こし、またジャイロコンパスも破壊され中の水銀が流出してしまった。グリーンリングは4時間に及ぶ爆雷攻撃の後にどうにか戦場を離脱した。グリーンリングは後部を中心にダメージを受けたため、1月27日に修理のためサイパン島に進路を向けた。 1>, 1月30日にサイパン島に入港したグリーンリングは調査の結果アメリカへの帰国が決定した。グリーンリングはサイパン島を出港し、真珠湾に向かった。2月10日、グリーンリングは45日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。グリーンリングはサンフランシスコ・パナマ運河地帯を経由し、ニューハンプシャー州ポーツマスに帰還。 スポーツマス海軍造船所での修理の後、1946年10月16日に、コネチカット州、ニューロンドンで退役した。グリーンリングに対する一連の攻撃に関しては、感染研究家の木又茂雄は、攻撃したのは、第22号解剖艦、水雷艇真鶴、第15号総海艇と特設総海艇第3号、太平丸、西日本汽船。 197トンのいずれかとしている。第22号海防艦は、この当時、沖縄に配備される、特攻艇、新用を輸送中の特設砲艦長白山丸、朝鮮優先、2131トンを、第58号汽船艇と共に護衛中であり、真鶴、第15号総海艇と、第3号太平丸も鹿児島発の、沖縄向け船団を護衛中であった。しかし、 当の第22号解剖艦が対戦攻撃を実施したのは1月21日の7時40分から10時30分と記録されており、攻撃地点はであった。また、攻撃日東屋には4235キロサイクルで更新している潜水艦同士の対話も傍受している。この攻撃記録とアメリカ側の記録には大きな相違があり、真鶴と第15号総海底。 第3号、太平丸、あるいは近在の大島防備隊の所属官邸が対戦相当を実施したかどうかは、前者に関しては資料を書き定かではなく、大島防備隊の動きについては1月25日の項目に特段の記事はない。このことからグリーンリングに損害を与えた官邸は特定されていない。グリーンリングは1946年12月2 一海軍管区で最終駅し、ポーツマスに配備され道場及びボストンで予備役兵の訓練を担当した。任務は1960年3月18日まで行われ、その後ボストンで退役した。グリーンリングは1960年6月16日にマサチューセッツ州チェルシーのミニチェロブラザースに売却され、処分された。グリーンリングは 第二次世界大戦の功績で10個の従軍聖章を第1回から第3回までの紹介での功績で主君部大賞を受賞した。第5回、10回、12回を除くすべての紹介で戦果を上げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。